さみるちゃんのうさみるチャンネル。はい、皆様こんばんは、としあきです。お久しぶりのね、またラジオになってしまって本当に申し訳、ありません。あと YouTube の方ではこちら今ごったにチャンネルの方で、上げてますけれども、ごったにチャンネルの動画の更新自体がちょっとね、しばらく止まってしまっていて本当に申し訳ない。アンズバイチャンネルの方のね、動画更新を優先させていたらちょっとね、こちらのごったにチャンネルの方の更新がおろそかになってしまったと。まあその他のチャンネルもですけれども、またね、再開していきますのでよろしくお願いいたします。で、ポッドキャストでお聞きの方、前回のラジオ、ショート動画についてのラジオ、ちょっとね音がね思いっきり悪いね。はい、自分で聞いててもちょっと悪い。自分特にポッドキャストで聞くと、あんまり良くなかったんで、その辺もちょっと申し訳ありません。今回はちゃんとした、マイク、以前使っていた、ちゃんとしたね、マイクで収録しておりますので、マシかなとは思いますけれども、はい。ということで、ちょっと前置きはね、このあたりにして、今回は、芸備線の、災害復旧についてちょっとね、話したいことがあるなと思ったので、ラジオにしました。はい。何かというと、先日ですね、3月23日、まあ、年号言っときましょうかね、2023年の3月23日、芸備線の今、廃線議論になっている区間ですね、新見からビンゴ試合の間、もっとちゃんと言うと、東条からビンゴ試合の間かな、はい、の区間で、落石と接触して脱線してしまって、で、ただいま、運休しているということで、で、ツイッター等々、ネット界隈ではもうこのままね、復旧せずに、廃線になるんではないか。で、特にこの列車乗客0人だったらしくて、まあなんかダイヤ的にビンゴ落合行きだったんですけれども、ビンゴ落合から先の接続列車がないので、もともとまあ、お客さん乗らないだろうというような列車だったようなんですけれども、お客様0人ということで、余計にね、このまま廃線になってしまうんじゃないかなっていう風な推測がね、多々出ていたようですけれども、ですね、これいつかな、3月29日ですね。はい、多分このラジオ、3月30日に出してると思うので、昨日になるのかな。今収録時点は3月29日に収録してるんですけれども、はい、復旧しますという、復旧に向けて組みますかな、はい、というふうな形で JR 西日本からプレスリリースが出たようです。はい、で、いろいろなね、今回の話はありますけれども、まず復旧することに対して、一応5月下旬をめどに、運転再開したいなということになっているようですけれども、はい、復旧することに対してすごい驚きの方がね、いらっしゃるので、これがね、今回のラジオ一番言いたいことなんで、先に一番言いたいことを言いますけれども、 JR 西日本過去にも、もう廃止もうする寸前というか、廃止しそうな状態の、三江線を、こちらの方が、三江線の方がね、もっと多分災害復旧の費用かかっていると思うんですけれども、災害の規模も大きかったんで、三江線の方がね、復旧させてます。はい、なんで、JR 西日本結構ね、前から廃止と災害復旧は別と考えているのか、ちゃんとね、大赤字でもう廃止したいっていう風なことを言っているような路線であっても、廃止するまではちゃんと復旧させると。まあ、今後わからないですよ、もちろん。でも今のところ、ものすごいね、工事費かけて三江線復旧させてるので、その後ね、廃止になりましたけれども、ちゃんとね、そこら辺はね、JR 西日本ちゃんとやってるんですよね。なので、今回はね、程度がね、以前の三江線の時に比べると、三江線1年ぐらい止まってたのかな。
はい、に比べると全然、まあ、あのニュースの、映像じゃない写真かな、もう見たりもしたんですけれども、そんな大したことなさそうだったんで、まあこれぐらいだったら復旧するかなとは思っていましたけれども、やっぱりね、復旧させるということのようです。ただまあ今回はただ復旧させるだけだったら多分ね、見た感じそんな大したことない感じだけれども、ちゃんと斜面の状況を見てからっていう風に、あの補強するのかどうかちょっとわからない、で時間かかるということなんで、ちゃんと調査はするみたいなんで、それの影響で遅れるけれどもっていう話ですけれども、まあ、あの案の定というか、うん、これぐらいのレベルではね、 JR 西日本だったら復旧するだろうと思ったら、やっぱり復旧するということで、もちろんこれ、あの参考線の例もありますので、復旧させるのと、廃止議論は別ということでね、別にここで復旧させたから当分あの大丈夫というわけではなく、これはこれ、それはそれというふうな、ちゃんと切り分けができている会社なんで、そこら辺はわからないですけれども、うん、とりあえずは復旧するということのようで、はい、私ツイッターの方ではね、最近あまりツイッター書かない方がいいかなとか思ってて、書いてなかったんですけど、まあ、書こうかなと思ったんですけどね、これ、復旧すると思うよってね、今日というか29日の発表の前にね、ただまああんまりいいかなと思って書かなかったんですけれども、やっぱり案の定ね、はい、参考線の例と今回のゲイビ戦のプレスリリースは、この動画の説明欄、ポッドキャストの方は、ポッドキャストの、このね、エピソードの、説明欄に、リンク貼っておきますので、よかったらね、ご覧いただければなと思いますけれども、はい、いうことでね、実績もあるので、JR 西日本は、まあ、よっぽどのことがない限りは災害復旧では大丈夫と、ね、皆さんもちょっとね、思うといてもらえればね、あんまりこの災害で、JR 西日本管内だけですよ、よその会社知りませんよ、特に東の会社とかね、あそこすぐなんかね、うん、とか九州もねありましたしね、はい、よその会社は知らないですけれど、とりあえず JR 西日本はよっぽどなことがない限りはちゃんとするということだとね、はい、皆さん思っててもらえれば、あんまりこういう風なね災害の時に慌てなくてね、済むかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。でまあここで終わってもいいんですけれども、まあついでというかなんで、災害に関してもちょっとね、あんまりちょっと今回の災害のことはそんなにネタ追ってたわけじゃないんですけれども、うん、ちょっとだけね、この災害復旧の、3月29日のプレスリリースに載ってる範囲で、書いてる状況で、ことでちょっとね、思ったことをさらっと簡単にね、私の考えを、考えというかね、私思ったことをね、喋ろうかなと思いますけれども、この後はね。はい。25キロで運転中に落石を見つけて、非常ブレーキかけたんですけれども、間に合わず当たったっていう感じっぽいんですよね。うん。でまあこれいろいろツイッターとか見てると、必殺徐行が功を奏したっていう風に言われてる方いらっしゃい多かったですけれども、まあその通りなんですけれども、これ実際はこういうことがある時に止めれるように25キロで走ってるんで、なのでまあ目的通りですね。まあいや当たっちゃったから目的通りではないですけれども、間に合わなかったんでね、うん、でこれ必殺徐行って勘違いされやすいんですけれども、まあ、以前ラジオもこの、ラジオも、必殺徐行に関しての、ラジオも撮りましたけれども、必殺徐行するのは普段の、整備をまあサボるためというか、というより大規模な今回みたいな崖からね、落石が落ちてきたものを見つけられるようにするために徐行してます。はい、普段のまあ保線っていうのはそんな言うてもお金は多分かかってないと思うんですけど、今回のようにまあ崖から落ちてくるやつはね、今回も斜面を調査しますって書いてますけれども、まあ、そういう風な感じで危険箇所の斜面や、まあ、逆に川沿いかな、線路がね、土砂が流れてしまうっていうところとかの調査ってむちゃくちゃお金かかるし、で、あと JR 西日本の
ね、区間でこういうところ多すぎるんで、いちいち調査するのが大変すぎるので、なので調査をまあしないというかの代わりに、こういうことがあった時にいつでも止まれるように危険箇所は徐行しているっていうのが、必殺徐行と言われるね、制限速度25キロとかで走るところ の意味なんですよね。だから今回も、まあ危険箇所っていうことが分かってたけれども調査はしなかったので、その代わりに制限多分25キロで徐行区間に入ってて、でやっぱり危険箇所と分かってたから危険なことが起きたということで、まあ、で今回は止まれなかったんでよくはないんですけれども、まあまあで大事にはそんなに大事には至ってないようですから、脱線って言っても多分レールから外れただけなんで転覆ではないので、脱線って言ったらものすごいことに聞こえるんですけど、レールから外れたら脱線なので、転覆したらまずいですけれど、脱線で済んだらね、そこまでっていうことなのと思うんでね、私はね、はい、なので脱線とか脱輪かなって書いてますね、で怪我ね、運転手さん1人だけでしたけど、怪我人ゼロっていうかね、運転手さん怪我なしって書いてあるんで、まあまあ必殺徐行というかね、それで良かったという形で、まあこれ必殺徐行をしなかったら本当にお金かけて調査しないと、全部線ねしないといけなかったら本当にもう、JR 西日本のローカル線区間維持できないから、まあ、これは必殺徐行で今回のようなことになるのはもう織り込み済みというかだと思うので、だから今回の件は、まあ、咎めるようなことではなく、まあね、ローカル線を少しでも、ね、経費をあまりかけずに運行するための、まあ、策で、まあ、今回はちょっと当たって、脱輪しちゃったけれども、まあ、予定通りじゃないですけれど、なんていうのかな、ちゃんと、ね、必殺徐行と言われる、25キロ制限がちゃんと構想者というか、まあ、予定通りというか、で、織り込み済みのことなのかなと思います、はい、だからね、まあ、これに関しては、まあ、仕方がないかな、大赤字の路線をね少しでも経費かけずにねするにはね、おがかりなお金はねかけれないっていうのもあるんでね、こういう時はこう、まあ脱線したらダメですけれど、手前で止めないとダメですけれども、まあ仕方がないねですけれども、はい、まあそういう形で、ね、意味があるよということも合わせて、ラジオにして今回はラジオね終わろうかなと思います。はい、ということで、今回はね、芸備線について、災害復旧するということのね話をラジオにしていきましたけれども、はい、ラジオに関して、YouTube の方、ただいまアンズパイチャンネルの方から、ゴッタニチャンネルの方に、ラジオを映している途中ということで、ちょっとさっき見たら35回まで映せてて、もうちょっとね、残っていますけれども、こちらは順次映していきます。ちょっとね、最近サボってましたけれども、はい、で今回のように何かあったらゴッタニチャンネルの、ラジオの移行が終わる前にね新しいエピソードも入れていきます。で、あとで前回のちょっとね音悪かったですけれども、ショート動画についてのラジオとともに、最終的には再生リストはちゃんと順番通りになるように後で整理しますので、はい、その辺もよろしくお願いいたします。で、このね、ラジオは、ポッドキャストの方でも聞くことができます。Spotify とかね、Google ポッドキャスト、あと Apple のポッドキャストかな、はい、等で聞けますので、よかったら、ポッドキャストの方も購読していただいて、はい、ちょっとね、更新は不定期ということで、止まり気味ではありますけれども、よかったらね、ポッドキャスト、今のところ名前変わってないので、
うさみるチャンネル鉄道話としてね、上げていきます。こちらもね、ごったにチャンネルになったから名前変えないといけないかなと思ってはいますけれども、とりあえず最高回が全部終わるまでは、まあ、うさみるチャンネル鉄道話として、上げていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。今前回の、ショートのラジオが57回目だったんで、まあ、まだね、最高回が続きますけれども、はい、よろしくお願いいたします。で、まあ、新作のね、新着ラジオも、今ちょっとね、話したい内容が他にもあるので、実は、これは鉄道というか、またショート動画と同じで、YouTube のね、収益系の話をしたいなと、なんとなく思ってはいるので、まあ、気分が乗ればかな、はい、やりますので、はい、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。まあ、終わり方忘れてるね。はい。それではまた。みんな、動画を見たら、コメント、加工、チャンネル登録、よろしくね。